はい、ワンダーフォートモーティブの休みです。今日はですね、ちょっと軍手してるんですけれども、なんでかっていうと、こいつね、うちのエロのつけた車両が、故障しまして、はいね、で、なんやろう思ってね、はいはい、はい、白煙がね、ブワー来て、もうすごいことになってましたね。そう、うわー、白煙がもう、なんかその前からね、ちょっと前兆があったんですけど、ちょっとずつ広がっていってきて、はい、で、まあ、打音とかね、はい、まあ、一番怖いのは音ですよね、エンジンの音。そうですよね。そこら辺はもう全く問題ないんですよ。ほう。なので、ここちゃうかと、はい、いう部分をね、修理していきたいと思います。で、それが、あのオイルセパレーター。ああ、はい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 。クローバイガスを分けて、あの分離するところがあるんですよ。はい。でそこが壊れてしまうと、うん、あの白煙がね浮いちゃうんですよね、うん、はい、うん、なので多分今回はそこだと思います。はい、はい、なのでちょっと今ねこれ見てもらったら分かると思うんですけど、もうエアクリ外して、うんうん、あとスロット分もね、あの弱めてますんでね、これ外して、はい、でこっからが大変ですよ。そうっすね。ほんまやったらね、エンジン下ろすのが一番楽なんですよ、多分。まあまあ多分ね、多分そうですね、多分楽なんですけど、はい、なんとかね、上からね、あの交換していきたいと思います。はい、はい、なので、ちょっとね、今回はその作業の動画になりますんで、よろしくお願いします。もうこれがね、すっげー大変なんですよ、この作業、実は。はい、何時間ぐらいで終わらす？そうですね、2時間で終われば2時間で終わって方やね。 A 方ですね。あの白煙吹くとね、やっぱみんな心配になりますけどね。まあそうですね、まあまあドイツ車あるあるっちゃあるあるですよね、白煙問題ね。これあのマフラーの左側からだけとかね、うんうん、でさらにプラスアルファダウンとかがあれば、うん、シリンダーにね傷がいってる可能性があるんですが、はい、今回はねちょ両方から白煙が吹いてて、はい、ここちゃうかなっていう感じですよね。そうですね、可能性としては一番高かったですね。そう、多分この奥のね吸気系のところが、はい、若干そのオイル、うんうん、でベタベタになっとうと思うんですよ。はい、ね、なんでまあそこら辺をちょっと綺麗にしつつ、この最後の交換作業ですね、これスロットですよね。はい、これね、はい、今ちょっと吹きましたけど、ね、はい、だいぶ綺麗になってますね、はい、まあ、でもだいぶマシやったんちゃうかな。そうですね、あんまりもう完全に故障したやつ、はい、なってくるともうえげつないぐらい走行時に白煙吹くらしい。あ、やっぱそうなんですね、うん、まあ、でもそんなことはなかったんで、うん、まあ、早期に早期治療、これ、はい、取れましたね、ここね、はい、ここもうパカパカなってね、うんうん、これで回路が調整されてます。はい、はい、綺麗ですね。まあ吹いたんでね、ある程度、はい、はい、うん、じゃあこのね、こいつですね、はい、まあ、このホースやらなんやらもう大量のものを外して、もうめっちゃ狭いんですよ。狭いっすよね、ポルシェ。だからこれを、はい、まあ、なんとかねやっていきたいと思います。はい、はい、取れましたよ。お、ついに。こいつ、こいつっすわ。なるほど、また決体な形してますね、それ。あ、だからこれを あそこね、はい、奥、あ、これね、ほう、そんなところについてるんですね。ここにガーって はまってるわけ、ここが、はい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 、ね、あー、なるほど、それが刺さるところがあって、でこれ知恵の輪でこう出して、はい、で次また知恵の輪ではめていかなあかんですね。なるほど。でこれが大変なんですよ。何が大変かって言ったら、はい、このカプラー抜くの。ああ、このカプラー一つ一つをね抜いていくんが、はい、すっげえ大変なんですよ、ね、いや大変ですね。だここであの分離されたオイルが中入ってるって感じ。うんうん、元に戻されるって感じですね、うん、そこで感じですわ。でこれ結構ね折れやすいんですよね。うん、これね、あの外す途中でも折れたんですけど、はい、これね、
あ、なるほどなるほど。 それが刺さってて、でこうかな、はいはいはい、あ、なんか、あ、そうですね、こうなっとるんですよ、はい、それがもうポキッと折れちゃうわけですね。これ外すときにここがポーンって抜けて、はい。まあ、それは逆にこれをこうやって外して、はい、カプラ外しやすくなりました。ああ、確かに、はい、そうですね。なのでだいぶ縮まったんじゃないですかね。それで30分ぐらい縮まったと思います。ああ、確かに。逆に外れてくれたことによって、はい、でここまでで1時間ちょいかな、おお、経ってます、はい、はい、でここら辺は冷却水がね、あの入っていく通路になるんで、うんうんうん、はい、はい、じゃこれをね、まあ、新品の部品に交換していきたいと思うんですが、はい、ここからが一番重要なんですね。そうですね、はい、これが割れやすいっていうことですね。そう、それがめちゃめちゃ割れやすいんで、なんで、はい、あのここ割れてしまうと、あの冷却水ダダ漏れになります。はい、はい、ですので知恵の輪で入れるときに、まあ、僕も、ね、失敗したんですけども、はい、ここがね割れちゃうんですよ、うん、はい、ほんまにもう根元から割れるんですよ。これもうめちゃくちゃソフトタッチでいかないと。そう、めっちゃ弱い、はい、めちゃくちゃ弱いんで、これどうしようかなっていう感じですね。そうですね。でそれを入れてからまた大変ですから、はい、入れてから次このまた硬いね、パイプをつないでいかなあかんすから。そうですね、漏れがあったらまずそこからね、うん、はい、ちょっと影響が来たすんで、はい、バラしてってことになりますから、はい、はい、はい、なのでまあ、これちょっとね慎重にやっていきたいと思います。はい、とりあえずね着きました。はい、ちょっと何か、あ、はい、これですね、ちょっと見えるかな、あ、見えてますね、今バッチリ、うん、これですね、はい、だからこれめっちゃねホースがねすっげえ、そうですね、奥の方までいっぱい、うん、奥の方まであるので、これを取ってつけなあかんので、はい、でこれ結局3時間以上かかったかな、かかりましたね、膨らなってきましたから、はい、ちょっと最終のね入れるときに、はい、めちゃくちゃ手こずったんですよね。そうですね、なかなか知恵の輪もね、知恵の輪でしたね。これにやるとまた細いやつがねポコン割れるんで、はい、だそれにすっげえ時間かかりました。いや、めちゃめちゃ、はい、大変でした。なんとかもう力を入れずこう、はい、入れることができたんでね、はい、はい、ここからねあとはもう組み上げていくだけです。はい、はい、ですのでまあこれで直るでしょう。はい、取り付けたんで木田君がね、はい、はい、頑張りました。まあ、問題ないかなとは思います。一応ねちょっとだけ回して、まあ、ある程度ね白煙出して、はい、でそこからちょっと1日置いてからまた様子見ようかなって感じですかね。そうですね、はい、まあ、1日経って次漏れるかどうかですよね。はい、ここだけです。じゃあちょっとエンジンかけてみますね。はい、します。煙も出てないですね、はい、はい、じゃあこれでとりあえず完了ということで、まあ、1日降りて最初もこう様子見て問題なければもう走らせてもらったので、はい、はい、まあ、こういったね動画に、はい、今回はね、セパレーターの交換ですよね。はい、そうです、オイルセパレーターの交換、はい、こういった動画をちょいちょい出していきますので、ちゃんぜひこういった動画をちょいちょい出していきますのでぜひチャンネル登録と、グッドボタンの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではワンダフォーオートモーティブでした。